ギリスも独裁政府になったか。あ、でも横浜と大阪がつながったね。こう経済なんか影響力が。さ、よし、商業ハブ、あ、いいぞいいぞ。あ、収益プラスになってきた。素晴らしい。怖かったわ。じゃあちょっと市場市場作るか。さらに産業を発展させよう。Hai tesselado stratiai, se perimenusi meta ton aspasmato. なんだって？やばいやばい、アレキサントロスが先生、やばい、これ緊急事態発生だな。まあ、イギリスがマケドニアの奥を避難しました。お、これはあれだ、イギリスと連合を組む、同盟を組むべきだね。これどこどこどこ、敵の戦士30、こっちか。馬上の人間は馬上の人間は馬防御によって、どうしよう、どこだどこだどこだ、ここがジュネーブ、ここっぽいぞ。あ、じゃあジュネーブは違うな。ここ、こいつらはマケドニア、もしかして。ちょっとね、ちょっと緊急事態発生なんで、これはイギリスと、ね、ちょっとこれは取引、こちらは共同戦争。違うんだよ。僕はちょっと同盟はどうやってますの、これ。ルーズベルトなんか宣戦布告してもしょうがないからな。友好関係宣言だな。うん、よし、施設を派遣、あるいは大使館を設けた。いいね、友好宣言、貿易路。あ、それはいいとして、で、これ日英戦争だね。日英同盟結んで、国境開放しよう、お互いに。もう国境開放するよと。 OK、 はい、互いに国境開放するぞ。これでだいぶ、
返信しといてよかった。多分こっちにはイギリスがあるから。待って、攻めてきてねえか、反対側から。これ何軍これ。これイギリスじゃねえよな。よし、どこだ戦争やってんの、マジで。突進ができない、下手いろい。わかった、これだ。あ、やばいやばいやばい、マジかマジか、来てた、意外と近くに。こいつか、緊急事態発生だな、これ。やばいやばいやばい、マジでマジでやばい。ちょっと全軍ちょっと引き戻そう。やばい、京都がやばい。わかりづらいな、まあ、しょうがないけど、こればっかりは。これマジでやばいかも、落ちる多分強度、もしかしたら。間に合うかな。そうだ、強度軍完全に滅、なんか滅ぼした。いや、やべえやべえやべえ、マジでやべえ、強度落ちる。ちょっと落ちたらシャレにならんぞこれ。あっ、頑張れ。やばい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 、マジで京都落ちる、京都落ちる、マジでやべえ。イギリス軍助けて。悪い、こっち側からかよ、気づかなかったマークが。あ、どうしよう、本当にどうしよう。ちょっとこれどうしよう、侍なんて9ターン持たないぜ多分。作りたいのはやばいやばだけど。あ、やばい、終わったかもしんない、日本。嘘だ嘘だ、京都落ちる。うわ、これはしくった。ダメだ、間に合う気しねえ。首都落ちる、マジでマジでやばい。いや、だって経済が破綻してたんだもん。ああ、もう黙って国境守っときゃよかったかな、本当に。これやべえぞ、想像以上に。あ、違う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 、そしたら、いや、高松軍もちょっと連れてこいよ。あー、やばい。あー、やべ、落ちた落ちた、あ、落ちた、絶対落ちた。最悪だ、京都落ちた。首都陥落、keeping the peace on the continent. Bully for you. え？あ、京都掘るんだ。やる、絶対絶対潰す、絶対潰す。
絶対許さねえ。ここからも京都奪還作戦、奪還戦争だよ。我らの京都ちょっと怪我した奴らを許すな。信じらんねえ。死と落ちても意外と大丈夫は大丈夫らしいけど、絶対に許さん。ちょっとこれはダメだ。あ、待って、名古屋に、名古屋も攻め、やばいやばいやばい、名古屋に来た、名古屋に来た。あ、これ終わったかもしんねえ。マジでくそったれ。うわ、名古屋は攻め込んできやがった。え、無理、どうやって、難しくないか。想像以上にむずいんだけどこのゲーム。やばい、名古屋に落ちる。アメリカが窓切れ、アメリカが、よし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 、アメリカと、いいぞ、アメリカがマケドニアに宣戦布告。え、イギリスも宣戦布告。あ、世界大戦始まったかこれ。ちょっとよ、はいはい、イギリスとアメリカと、イギリスがジュネーブから宣言する、イギリスがマケドニア、あ、来た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 、共同戦線。 うわ世界大戦始まっちゃったよ。わ、名古屋、あ、京都陥落をの後に、うわ、全てを敵に回したな。やばい、悪逆非道のマケドニアを許すな。お、ビクトリアはテリー・ルーズベルトがアジェンダに反する行動を取ったとして警告を発しました。ちょっとそっちで喧嘩しないで頼むから。大荒れだよこれ。京都突っ込むか。和平なんか結ばね、絶対に。マケドニアが香港からも宣戦布告されたんだ。トロントからも、イギリス、うわよっぽど、よっぽどだな。よし、京都奪還へ向けて、いいぞ。あ、やばい、固めに来てよかった。くっそ、やばい、京都の戦がやばい。いや、ちょっと世界大戦でこれちょっとマジで滅ぼそ。マケドニアはちょっと滅ぶべきだな、このまま。待て、いずれ我が軍の援軍クラス来た。よし、攻めろ攻めろ攻めろ。あれ、え、もしかして俺の全軍これだけ、あ、ここにいたわ。
大阪、よし、大阪もちょっと直ちに軍を編成。ちょっと、そうだな。剣士、ダメか。石膏はちょっと厳しいからな、今のこの状況。侍作るか。ちょっと、バファローズ作ってもらって、ちょっとバファローズでちょっと、京都を救いに行こう。ちょっと、高松軍をちょっと京都へ向けて。相対的に名古屋が救われたかな、さては。これ何軍これ、この赤。やばい、戦士が超頑張ってる。日本を引き換えて世界大戦は本当そうですよ。え、なんだお前ら。マケドニアの石膏なんか来やがった。いや京都、あとちょ、京都が火の海なんだけど大丈夫これ。安住と地面の封建制度の、よし、アブミ製農場の生産量を増やす方法。どうしよう、アブミができたか。じゃあちょっと我々は早くレネサンス時代へ到達しなければならないか。いや無理か。ちょっと徒弟制度、いや待て、教育だな、教育にまで持っていこう。頑張って、よし、京都を救いに行くぞ。イギリス軍来た、イギリス軍、ついにイギリス軍が現在横浜へ到達。あ、これはやばい、イギリスとマケドニアの全面戦争あるぞ。俺で、俺たちが隊を立てばいいんだから。これでちょっと急いで侍を作ろう。こちらはPlease accept my warmest thanks for your kind endeavors on the continent we share. 京都奪還？よし。京都奪還に成功。よし、反撃開始だ。急いでユニット作るぞ。防衛戦略。石膏でいいや、とりあえず。ないよりかはマシ。軍来た、アメリカ軍でしょこれ多分。青はよし、ダメだ、やばいかも。お、勝った、よし。
倒したヘダイロへ。イギリスがザンジバルか先制布告？なんだそれ。ちょっとマジ世界大戦やばいなこれ。あっちらこっちらで戦争が来た。侍完成、名古屋で。よし、逆転するぞ、こっから。あ、今名古屋がマジで一番栄えてる。高松でも侍の生成、もうこうなったらもう意地張って、なんとか気合で。あ、ユニット、え、決められんの、大事な問題。あ、変えとけよかった。まあいいや。なんかガロさん懐かしいモビルやつやってんな。ちょっととりあえずいいや、な、名古、防衛軍侍出すか。ちょっと最前線へ。向井東昇の反撃、ほんとそれな、強っ。基本攻撃力4、いや、かっこいい。よし、名古屋の侍たちを。うわうわ、ついに軍事衝突、イギリスとマケドニアが。始まったよ。名前決めておけばよかったな。とりあえずどうしようかな。一応念のため高松防衛は大丈夫か。ちょっとじゃあ京都行こう。いや、回復だな。回復に努めてもらおう。マジで。アレキサンドロス率いるマケドニア帝国は突如日本政府に対して宣戦を布告してきた。ヘタイロイ騎兵を主軸とした突撃力に秀でたマケドニア軍は日本の首都である京都を一気に制圧し、日本軍は突如として危機に陥った。マケドニア軍はその勢いそのままに日本第二の都市名古屋に迫る。次回、名古屋防衛戦。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。ん、ちょっと待て、今嫌だな、ウカ。おーっと、ちょっと待って、嫌なの。